ドイツハイ、ライプチヒ1、4PK5、1B ミュンヘン、2回戦、25日、ライプチヒ。バイエルンミュンヘンが PK 戦の末、ライプチヒを下して3回戦進出を決めた。後半8分、ライプチヒ MF ケータが2枚目のイエローカードで退場となり、数的優位に立った B ミュンヘンだが、同23分に DF ボアテングが FW ポールセンを倒して PK を献上。これを FW フォルスベリに右足で蹴り込まれて先制を許した。しかし、同28分、ボアテングの DF 裏への浮き球に MF チアゴがフリーで抜け出し頭を合わせて同点に追いついた。1-1 のまま延長戦でも決着はつかず、勝負は PK 戦へともつれ込み、B ミュンヘン5人成功、ライプチヒ4人成功で迎えたライプチヒ5番手の FW ベルナーのゴール右を狙った右足キックを、GK ウルライヒが飛びついて止めて勝利を手にした。